普段アニメとかやってもどうしても子どもの声が多いんですけど、ちょっと今日こんなんですけど、藤子ちゃんみたいなああいう大人っぽいのもたまにやります。はい、萌えキャラも言われたらやります。でもそうですね、こんな声が多いんですけど、今度、4月の12日から公開の、はい、コナンの映画にも、はい、ちょこちょこ、子どもの声から殺人現場を発見した人の叫び声から、いろんな声をやっています。声優、そうです、言ってませんでしたね、声優です。はい、本業声優さん、はい、そうですね、声優ですね、はい、言ってなかった。はい、クリステルチアリという職業をやってる。なんだろう。でも電車のアナウンスメントがすごく有名ですけど。そうですね、不思議と、はい、声の仕事がしたいと思ってたら、ちっちゃい時から一番したかったのが声の仕事で、歌もそうですけど、お父さんギタリストやのにね、めっちゃ音痴だったんです。でそれでいっぱい練習して、いつか歌えるようになったらいいなと思って、お姉さんやりたいなと思ったら、なんかこうやっぱり自分が望んだことはどんどん手に入れていくことができたのかなと思って。いや、そこですよ、はい、潜在能力ね。そこですね、いろんなことを学んできたんですけど、結果やりたいと思って、楽しいと思ったことがつながってて、私もここに来たい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 っていうのを去年の秋ぐらいからうまくタイミング合えへんかなと思ったら、今日うまいことあって、しかもなんか皆さんの前で本当普通の参加者でいいのにすいません。はい、そうですね、あとなんかお姉さんやってたので子供の歌が好きなので、あの元気が出る歌とかホッとする歌がどんどんできたらいいなと思って、一番星のプレゼントという曲をすごくちょっと下手くそですけど弾きながら歌わせていただけたらと思います。はい、弾けるかな、弾けるかな、はい、いつまでも初心者、はい、カエルの子はカエルじゃないということで許していただければと思います。はい、歌ってもいいですか。はい、すいません、坂田治のお兄さんの歌で、コンサート一緒に去年させていただいたりして大好きな曲で、さっきのお話もそうなんですけど、星とか月が大好きなので、一曲、時間は大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、じゃあご愛嬌ということでよろしくお願いします。いきます。一番星のプレゼント、キラキラキラ光る君の笑顔が明日を呼ぶよ。お礼に帰って
橋を伝えて、そっと静かに、僕らきっとまた会えるように、静かに叶うように星が瞬く、笑顔ありがとう、星がささやく、また会いましょう、また会いましょう。もう一人いつもいてメインを弾いてくれる人がいないとこんなに寂しいものかと。